本日司会を務めますのはサックスパート3年辰川瑠香とパーカッションパート3年奥山心です。よろしくお願いします。ただいまお送りした曲はザードの負けないででした。24時間テレビのチャリティーマラソンで流れる曲で元気をもらえる曲ですよね。長い間愛されている曲で人生史上最高の応援ソングだと言っている人もいます。続いてお送りする曲は AKB48 メドレーです。 AKB といえば会いたかったやポニーテールとシュシュなどが有名ですよね。僕が小さかった頃に聴いていた曲がたくさん入っていたので YouTube で見たところ、ほとんどの曲が12年前に投稿されていたものでびっくりしました。先ほどの負けないでと同じように長い間世代を超えて愛されている曲のようですね。吹奏楽バージョンでも同じように世代をAKB の良さが伝わるといいですね。ソロに注目して聴いてください。それでは AKB メドレーです。どうぞ。Thank you.
が伝わったでしょうか。続いてお送りする曲はジャンボリミッキーです。この曲はディズニーで踊られているもので、 TikTok などで会場の子供から大人までみんなで全力で踊っている動画がバズっていました。今日は入部したばかりの1年生がダンスを踊ってくれます。一生懸命練習したので、ぜひ手拍子をよろしくお願いします。会場の中の皆さんにも踊れる方がいたら一緒に踊ってください。それではジャンボリミッキーです。どうぞ。ありがとうございました。1年生のダンスがとっても可愛かったですね。続いてお送りする曲はあいみょんメドレーです。あいみょんといえば様々な映画やドラマの主題歌を多く手掛けていますよね。 YouTube の登録者は184万人、 Instagram のフォロワーは170万人とものすごい人気です。それではあいみょんメドレーです。どうぞ。
ありがとうございました。あいみょんの魅力が詰まったメドレーでしたね。そうですね。でもルカスさん、次の曲で最後となってしまいました。楽しい時間はあっという間ですね。でも最後は北西らしく明るく元気にいきましょう。それでは風になりたいです。どうぞ。西高校吹奏楽部の活動紹介をします。ああそうだ、私たちは現在3年生9人、2年生9人、1年生14人の計32人で活動しています。浜北西高校吹奏楽部のインスタグラムもあるので、ぜひチェックしてフォローしてみてください。部員の日常やイベント演奏の宣伝をしています。また北西吹部ではマーチングも行っています。この後行われる予定のマーチングパレードもぜひ見てください。そろそろアンコールの準備ができたようなので、曲の方に移りたいと思います。北西で発表してやる曲といえばあれしかないですよね。みんなで声を揃えていってみましょう。せーの、ですね。本日は最後まで私たちの演奏を聴いてくださり本当にありがとうございました。またどこかで皆さんにお会いできることを楽しみにしています。それではアンコール曲、浜北音頭です。どうぞ。